今週のチラシができたんですよね。はい、これです。あ、いいです。見てたんだ、使いなって、羨ましい。いいでしょ。たくさんの方に登録いただいて、日本学校の知恵をどんどんやっていきたいと思ってます。さて、おなさん、よしよ、NTV48、 今回はどんな方ですか？あの方に聞いてみましょう。嬉野市バレーボール協会事務局の中島です。今回嬉野で輝いている男性ということで、嬉野市バレーボール界のエース、橋爪栄一君を紹介したいと思います。かっこよくて素敵な人ですよ。よろしくです。中島隆一さん、ありがとうございました。楽しみですね。はい、こんにちは。こんにちは。嬉野輝きボーイズ UKB48、 3人目としてご紹介するのは、嬉野建設工業で働いている橋爪栄一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、橋爪さんはこちらの事務所でどのようなお仕事をされているんですか？はい、不動産屋でですね、はい、取引主任者として仕事させていただいておりまして、まあ、大体土地の売買とか、アパートの仲介の業務させていただいているんですけれども、まあ、その中で契約書の作成とか、重要事項説明書の、作成とその説明ですね、はい、それとあと、まあ、店内に飾ってあるチラシ関係の作成とかですね、はい、そういうのをさせていただいています。で、作ったのが一応こういうのがあるんですけれども、ね、まあ、そこの元禄台というところのチラシなんですが、はい、あ、色合いもカラフルで見やすいですね。ですね。ありがとうございます。で、今年の夏ぐらいには、一応ホームページの方も作ってですね、まあ、チラシのインターネット版みたいな感じになってはおるんですが、まあ、嬉野建設工業で検索していただけたら見れると思いますので、よかったらそちらの方も見ていただきたいなと思います。うん、いろんなことされてるんですね。お仕事上での心構えってどんなことですか？そうですね、まあ、土地なんかはですよ、まあ、お客さんにとっては一生の買い物になったりしますので、まあまあ、できる限り疑問とかはですね、まあ、解決していただいて、まあ、気持ちよく住んでいただけるようにですね、ご説明できるような努力をさせていただいてます。うん、お仕事が大好きなんだろうなという印象を受けたんですが、お休みの日はどういうふうにリフレッシュされたり、あと趣味などありますか？そうですね、まあまあ、お風呂に入るのが好きなんで、まあまあ、家でもお風呂にちょっと長めに入ったりとか、まあ時間があったら嬉野の温泉に入りに行ったりとかですね、はい、しております。温泉気持ちいいですもんね。そうですね、やっぱ嬉野のお湯が一番いいかと思います。はい、はい、で、まあ、趣味の方は、まあ、中学校から、バレエをしてたのがありましてですね、まあ、今も夜、練習とかがあってますので、そちらの方に参加させていただいてます。嬉野のバレーボール協会にもそういえば所属をなさってるんですよね。そうですね、はい。話は変わりますが、好きな女性のタイプを教えていただいていいですか？そうですね、まあ、優しくて、まあ、笑顔の素敵な女性がいいかなと思います。あ、笑顔が女性が素敵だとね、嬉しいですよね。そしたら、笑顔の素敵な女性とご結婚されてからの将来の家庭像ってどんなふうに思い描いていらっしゃいますか？そうですね、まあ家族みんなで、揃ってですね、まあ、笑顔の絶えない、明るい家庭ができたらいいかなと。橋爪さんの、俺って輝いているなと思う瞬間っていうのはどんな時ですか？そうですね、まあ、自分ではちょっと難しいですが、まあ、バレエとかやってる時、一番まあ自分も楽しめてやってますので、まあ、その時じゃないかなと思うんですけど。バレーボールですね、ちょっとプレーしていらっしゃる姿をちょっと見せていただきたいんですけど。あ、はい、大丈夫ですけれども。公園に行きましょうか。行ってみましょう。鷹の巣公園にやってきました。橋爪さんのプレーを見せていただくために、中島隆二さんにプレーを手伝っていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉野輝きボーイズ UKB48、 今回は橋爪栄一さんをご紹介しました。ズバリ、輝きボーイズ橋爪さんの夢は？嬉野に育ってですね、
これからもまた嬉野で楽しく幸せに過ごしていけたらいいなと思います。はい、輝き続けてください。今回はありがとうございました。ありがとうございました。今週は桜組さんとすみれ組さんのクラスにお邪魔しました。みんな体を動かすことが大好き。外では砂遊びや三輪車、鉄棒などをして遊んでいるそうです。給食を食べる姿も元気いっぱい。友達とおしゃべりを楽しみながらもりもり食べていました。おいしい。嬉野市議会事務局より議員と語ろう会についてお知らせいたします。11月21日月曜日から25日金曜日まで、嬉野市議会議員が市政全般にわたって情報及び意見を交換するため、各会場において議員と語ろう会を開催いたします。日程については、11月21日に畔川地公民館及び温泉区公民館、22日に冬の公民館及び今寺公民館、24日に熊中通り公民館及び大野原地区コミュニティセンター、25日に谷所山口公民館及び四季並公民館において、午後7時30分から9時まで行います。皆様、お誘い合わせの上、ぜひおいでください。こんにちは。日本野鳥の会佐賀県支部の馬場と申します。今回、11月27日9時より、嬉野市岩川内ダムにおいて野鳥の観察会を開きます。市民の方の多数の参加を望んでおります。よろしくお願いします。11月21日月曜日、嬉野保健センターで午前9時30分から午前11時30分まで母子健康手帳の交付が行われます。11月22日火曜日、嬉野市公会堂で健康づくり検診が行われます。対象は18歳から39歳の方です。受付は午前9時から午前10時30分までです。11月24日木曜日、塩田保健センターで健康づくり検診が行われます。対象は18歳から39歳の方です。受付は午前9時から午前10時30分までです。11月24日木曜日、嬉野保健センターでお譲り会を行います。時間は午前10時から午前11時30分まで。品物がなくなり次第終了です。今週のホットステーションいかがでしたか？それでは来週のホットステーションも